どうもまいまいです。今日は文具女子博戦利品の2回目を開けていきたいと思います。1回目は前回アップしているのでぜひそちらもチェックしてみてください。今回はマスキングテープとかハンコが多めかなと思います。それでは早速いってみましょう。ではまずはハンコから紹介していきましょうかね。でハンコで買ったのはシャチハタさんで、この洋柄のハンコを買いました。これはねシャチハタさんで先行販売中ですね。和柄と洋柄があって、私は洋柄のこのレースっぽいハンコと宝石っぽいハンコを買いました。こんな感じで後で押していこうと思います。で子供の顔さんですね。子供の顔さんではインクスタンプパッドを購入しました。もうこっちもどっちも前からあるやつですね。バーサマジックのナイアガラミストっていうちょっとグリーンっぽいニュアンスカラーみたいな色のインクと、ブラウンのグラデーションになってるスタンプパッドを買いました。こんな感じで水性の顔料系のパレットになってます。こちらも後で折っていきます。でビスケットさんですね。ビスケットさんは可愛いとか懐かしいを集めた雑貨店らしくって、東京の台東区の谷中っていうところにあるらしいです。このスタンプセットはこの女の子がねパンジーちゃんって言うんですって。で男の子はロビンくんらしいです。でハンコのセットになってて4000円高いけど、まあたくさん入ってるし可愛いですよね。でこのねツバメと音符と猫が違うのだったんですけど、もともとは違うのが入ってたんですけど変えてもいいってことだったので同じ大きさのスタンプと変えてきました。もともとねワンちゃんとキノコと蝶々が入ってたんですけど変えてもらいました。猫ちゃんとツバメと音符にしてもらいました。可愛いですよね。でこれは草なんですって。草とかをねこう周りに押して外にいるみたいな感じで作ってあげると可愛いみたいです。でビスケットさんは今回の文具女子博のスタンプも作られてて、それがこれかな。これ可愛いですよね。会場で押せるスタンプも担当されてるみたいです。ちなみにこっちはアリサ&赤メガネさんのスタンプなんですけど、すごい細かいですよね。めちゃくちゃ細かい。他のスタンプはこんな感じになってます。これは福分けハンコさんですね。でこっちはリラリラさんのコラボになってます。ではスタンプを押していきましょう。ちなみにこれさっきのビスケットさんのスタンプなんですけど、箱がこんな感じになっててめちゃくちゃ可愛いですよね。しっかりした箱に入ったセットになります。ではこのナイアガラミストを使っていこうかな。こんな感じ、結構繊細な柄で可愛いですよね。色もいいですね。オリーブっぽいカーキよりはちょっとブラウン寄りな感じの色味になってます。宝石はこっちで押そうと思います。どこら辺のグラデーションがいいか。こんな感じに押せました。なんか何回もつけちゃうと混じりそうで怖い。こんな感じのグラデーションで押せます。でもあんまり混じるとか考えずにペタペタした方が綺麗には出ますね。でこういうなんだろう、グラデーションっぽいスタンプパッドは今シャチハタさんで色作りっていうのが出てて買われた方も多いんじゃないかと思うんですけど、あれはね私はなんかセンスが必要そうでちょっと手を出せずにいます。でも楽しそうですよね。押したとことかすごい綺麗だなと思うんですけど、なんかねどうしても手が出ずにいます。
まあ、また欲しくなったら買おうと思います。じゃあこっちも押していこうかな。ではこっちのパンジーちゃんのスタンプは色模様の栗色で押していこうと思います。これこんな感じで大カットになってるのが、ここのね角がねスタンプがつかなくて、押した時に結構ねありがたい形になってます。かわいいパンジーちゃんかわいいですね。くっきり絵が出てるのがいいかなと思います。かわいいですね。はい、こんな感じで押せました。パンジーちゃんワールドって感じでいいですね。自分で絵描いたみたいな気分になれるハンコかなと思います。では次は日めくりさんの卓上日めくり付箋カレンダーを紹介します。これは最後の方に回ったら多分新しい柄かなが売り切れたと思います。私はね文房具柄が欲しかったのでこれを買ってきました。これは365日全部絵柄がね違うんですよね。で付箋になってるっていう画期的なカレンダーになってます。これは付箋ってわけじゃなくて付箋なんですけど、カレンダー寄りの付箋、付箋にカレンダーがあるわけじゃなくカレンダーが付箋みたいな感じの商品になってます。で日めくりカレンダーとしても使えるし、めくった後に付箋としてね使うこともできるカレンダーになってます。毎日違う柄ってすごいですよね。で1週間ごとにね背景色が変化するらしいです。で全部違う柄でめくって取れる付箋加工になってます。でまあバレットジャーナルとかやってる人はそのね日付に使ってもいいし、あと食品開封日の記録になんかね開けた日とか牛乳とか、牛乳は使わないか、お菓子とか開封した日にその袋に貼ってもいいかなと思います。で全7週ですね。多分メモリーかな、メモリーが売り切れちゃうのかなです。でこちらは文房具の柄で国内外の38メーカーとコラボしてるそうです。でねこれがブックレットがついてるんですよね。付属の特製ブックレットには登場する文房具についての豆知識が掲載されているほか、文房具を実際に使っていただくワークページを収録。これがコラボしてるメーカーさんですね。有名メーカーさんですよね。結構ね知らないところもありますけど、では開けていきましょう。開けるとこんな感じになっています。これで立てられるようになってるみたいです。12月の27からスタートしてますね。これはどことコラボなんだろう。こうこっからのりがついてる、全面のりって感じなんですね。下のちょっとだけはついてないんですけど、ここからもうのりがついてます。だから剥がれにくくていいですね。で毎日違うのでね楽しみながらめくっていけるかなと思います。でこっちが特製ブックレットですね。見せていいんだろうか。
い方が載っていたり、日めくり付箋をね貼るスペースがあるんですよね。まあこの付箋使い道ないわって人はここに貼ったら楽しいんじゃないかなと思います。私はバレットジャーナルに日付シート的な感じで使っていこうかなと思います。ワークシートみたいなのもついてて面白いですね。結構ページ数が多めのブックレットになってるので、これも楽しめますね。で、日めくり付箋はこんな感じになってます。次はペンを紹介します。こっちはシングズンサンクスさんで買ったシャーピースクイでゲットしたやつですね。とアンテリックさんで購入した上下の色を自分の好きなように組み合わせられるシャーペンです。で、シャーピーは私知らなかったんですけど、すいません、前回の動画でシャビーとかシャービーとか言ってたんですけど、シャーピーが正しいです。40色以上のバリエーションがある油性のカラーペンになってます。で、アメリカの油性マーカーでナンバーワンらしくって、日本でいうところのマッキー的な感じなんですかね。一家に1本ぐらいは絶対あるそうです。スポーツ選手とかサインするときにこのマーカーを使ってることが多いみたいです。一応試し書きしてみました。こんな感じ、13本取れたんですけど、これ何本、13本取れたんですけど9色ですね。9色で、あとはサブリがありました。まあ油性マーカーなので裏抜けはめちゃくちゃするんですけど、油性ペンねあんまり持ってなかったので、これは家にあると便利かなと思います。で、アンテリックさんですね。アンテリックさんはアンティークとテクニックの造語でアンテリックさんらしいです。で、古き良きクラシカルなデザインと最新のテクノロジーが入ってる文房具になります。で、これはね可愛いですよね。ゴールドが、金属部分がゴールドで可愛いなと思います。このカスタムシャーペンはアンテリックさんのサイトでウェブ上でね組み合わせを変えたりしてシミュレーションできるので、もしね欲しいなって方は事前にしていくといいと思います。やっぱね悩む時間が文具女子博だとちょっともったいないって気がしちゃうので、事前にねシミュレーションしていくといいと思います。で、これは芯が折れにくいクッションスライド機構を搭載してるらしくて、垂直にね強い力が加わると軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃すことで芯折れを防ぐそうです。ちょっとよくわかんないけどすごそう。で、消しゴムはついてないです。私はシャーペンをねあんまり持ってなかったので、この機会に買いました。どっちもピンクにしてみました。薄い色と濃い色、結構可愛くできて満足です。で、次、最後にマスキングテープを紹介していきます。マスキングテープはシールドーさんとマインドウェーブさんとワールドクラフトさんとレインボーフリックさんのものですね。で、まずマインドウェーブさんから見ましょうか。これは最近発売されたクリアテープで、まだね店頭に並んでるところがあんまりないっぽいので、今回文具女子博で買ってきました。絶対使いやすそうな電球の柄と私の大好きなクマさんを買いました。他にもね新しいシリーズはかなり使いやすそうな柄が多いので、ぜひぜひ見かけた方はチェックしてみてください。全部後で伸ばしていきます。次は紹介したんですけど、こっちはなんだっけ、これはワールドクラフトさんのひょっこり犬の47都道府県ご当地切手風マスキングテープになってます。3巻セット、ワンちゃんが切手から覗いてるみたいなデザインになってます。これは今回の文具女子博限定ですね。で、こっちもワールドクラフトさん、立てます、縦に伸ばせる柄を買いました。女の子の柄かわいい。毎日楽しい猫のいる生活ですって。で、最後にレインボーホリックさんですね。レインボーホリックさんはYouTube 多分見ていらっしゃる方も多いと思うんですけど、この
レインボーな感じのマスキングテープを買いました。では貼っていきましょう。ひとときノートに貼ってきました。まずマインドウェーブさんのクリアテープですね。電球ね、かわいいですよね。多分これね、貼るだけでめちゃくちゃおしゃれなノートになると思います。でこっちがくまさん。くまさんもかわいい、クラシカルな感じのテディベアでかわいいなと思います。で次がレインボーホリックさんですね。レインボーホリックさんはね、 YouTube 見てらっしゃる方も多いと思うんですけど、フィリピン人の方でね、日本のね文具をかなり愛してくださっている方になります。でレインボーホリックのねカイラさんっていう方なんですけど、カイラさんはねほぼ日手帳をデコしてる動画を上げてくださってるんですけど、こんな感じの、わかりますかね、こんな感じのなんか海外風なんですけど、海外風っていうとコラージュっぽい感じじゃなくて、結構好きなものをギュギュッと詰め込んだ感じの可愛らしい感じのデコをされる方ですね。次には立てます、ワールドクラフトさんの立てますですね。結構柄が長い女の子がたくさんいますね。縦に使えるマスキングテープと、あとひょっこりーぬ47都道府県全部の切手風のマスキングテープ。皆さんの出身地、今住んでる県、都道府県ありますかね。私はね、奈良出身なんですけど、鹿さんだった。奈良って鹿って感じなんですかね、五重の塔とか大仏っていうあれもありますけど。伸ばすと1メートルもあるみたいです。こんな感じになってます。で前紹介した分、ノベルティのマスキングテープとシールドさんのポスクマとこっちの切手風のマスキングテープも貼ったので一緒に紹介します。でこれがポスクマですね。ポスクマかわいい。ポスクマと、あとこっちがシールドさんのマスキングテープかな。切手風の柄と、ノベルティでもらったものですね。あとはマックスさんのマスキングテープ。マックスさんね、こういうホッチキスが、動物のホッチキスが置いてあるんですけど、ホッチキスを全然使わないので買わなかったんですけど、でもインテリアとしても可愛いですよね、きっと置いたら。でこっちが丸愛さん、これですね。もうちょっと柄があったんですけど貼り切れなかったのでこれだけ。こんな感じでね、長いマスキングテープになってます。大入り袋とか面白いですよね。給料袋とか丸愛さんなんですね。で次はキャノンさんで3つもらったマスキングテープ。これ背景の色が違うだけで多分柄は一緒なのかな。なんで3つもくれたんですかね、太っ腹ですよ。しかもね、なんか巻きが多そうな気がします。反則品って書いてありますけど、あれなのかな、サブリミナルメッセージ的な、潜在意識にキャノン商品を植え付けてる的な感じなんですかね。でも普通に可愛いですよね、事務用品のマスキングテープって感じ。こんな感じになってます。今回紹介するものは以上になります。見ていただきありがとうございました。で文具女シャークの動画はこれで最後なんですけど、ちょっと反省を言っておきますと、あれですね、なんか文具女子博って普段ね見られない文具とかをね見れるのがいいところかなと思ってるんですけど、もう事前にチェックしたものだけで時間がなくて終わっちゃって、あんまりね新しい出会いがなかったというか、チェックしたものだけ買って時間が来てしまった感じがします。なのでそうですね、
ゆっくり見れるとかではなかったので、次は来年もし行けたら2回ぐらいチケット買っていこうかなと思います。2時間じゃね全然足りなかったですね。のチェックだったものとかも見てみたかったなと思いました。またインスタとか SNS とかチェックして皆さんの買ったものも見せていただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。